輝きの町市原情報局。今回は平成28年市長定例記者会見の模様をお送りします。市原市長小出譲司でございます。市原市市長定例記者会見にお集まりいただきありがとうございます。本日は市長定例記者会見の前にとても嬉しいことがありました。先ほど市内の小中学校に通う子どもたちからいじめゼロ宣言を受けました。これは子どもたちが自らいじめ撲滅について考え行動を起こしたものであります。私は目を背けたくなるいじめ問題に対して勇敢に立ち向かう子どもたちと会い胸を熱くしました。かねてより私が申し上げております市民力、市原力の醸成が子どもたちの世代からも湧き上がったことにとても頼もしく感じております。と同時に市政を舵取りする者として市原の未来づくりにより一層力を入れる所存であります。本日は教育をはじめ市原の魅力を高めるさまざまな施策、事業についてご説明させていただきます。どうぞよろしくお願いします。市原市教育大綱の策定についてご説明申し上げます。この度市と教育委員会の協議の場である総合教育会議の中で活発な議論を重ね市原市教育大綱を策定いたしました。この大綱の基本理念である未来へつなぐ市原の教育には幼児教育から学校教育、生涯学習へとつながる切れ目のない確かな教育を実践していくのだという私の強い思いが込められております。またすべての児童生徒が安心して学校生活を送れるよういじめを決して許さないという強い信念のもと、特に基本目標の一つとしていじめを許さない体制づくりを掲げ、今後さまざまな取り組みを行ってまいります。さらに一人一人の個性を生かした感性豊かな心と健やかな体の育成を基本目標の一つに位置づけました。今後は教育委員会と一丸となって市民と地域の力である市原力を活用することにより市原の子どもたちが未来へ飛躍する力の基礎となる確かな学力と豊かな心、健やかな体を育み地域への誇りと愛着を持って社会の中で活躍できる人材の育成に向けて全力で取り組んでまいります。それでは市原市いじめゼロ宣言についてご説明申し上げます。先ほど小中学校の児童生徒が市原市いじめゼロ宣言と今後実施するいじめゼロ運動について報告するとともに、いじめ撲滅に向けてすべての児童生徒で努力することを宣誓してくれました。市原市いじめゼロ宣言は小中学校の代表が集まり開催した市原市いじめゼロフォーラムの中で子どもたち自らの手で作成することを決定したもので、いじめ撲滅に向けた子どもたちの熱き思いによって生まれたものであります。私は子どもたちが自ら作り上げた市原市いじめゼロ宣言のもとに、すべての小中学校においていじめ問題についての正しい理解が進み、いじめをしない、させない、許さない環境が醸成されることを心から願っております。そして子どもたちによるこの市原市いじめゼロ宣言といじめゼロ運動を市を挙げて支援し、私たち大人も市原市にいじめはないと自信を持って言えるよう危機感を持って皆さんと共に考え、共に行動していきたいと考えております。それではバリアフリー街歩き点検についてご説明申し上げます。市原市では共に支え合うバリアのない町市原を基本理念に掲げ、高齢者や障害を持つ方などすべての人に優しい街づくりのために平成23年3月に市原市バリアフリー基本構想を策定いたしました。この度市原市バリアフリー基本構想の計画期間であります5年が経過したことを受け、これまでの成果を検証するとともに
新たな基本構想の策定に向けた調査を市民ボランティア、学識経験者との共同で行います。具体的には、1日の平均乗降客数5000人以上の特定旅客施設に関する要件や、主要施設の分布状況、バリアフリー化への要望、各種プロジェクト、これは区画整理や大規模宅地開発が集中していることなどから、JR 山駅と京成電鉄千原台駅周辺地区を障害者、高齢者などの市民ボランティア、バリアフリーを研究している学生と恩師職員がグループになるなどして街歩き点検を行います。施設を利用する高齢者、障害者等関係者と一緒の点検作業、それに続くワークショップを通じて市民の生の声を聞き、それら貴重な意見をもとに新バリアフリー基本構想の策定に反映させてまいりたいと考えております。以上です。続いてその他の案件についてです。まずはじめに松田翔平展の開催についてです。素朴で色彩豊かな画風で市原市ゆかりの画家松田翔平氏の作品展を開催します。場所は市原湖畔美術館。開催期間は10月22日土曜日から12月18日月曜日までです。続いて市原イーデンイーデン収穫祭りの開催についてです。市原産の安全安心な農畜産物や地域伝統のふるさとの味を見て、聞いて、味わって、体験する参加型イベントが開催されました。輝きの街市原情報局。今回は平成28年市長定例記者会見の模様をお送りしました。